西が急ジャニーズグループへ送った言葉に感動広がる。スマップに憧れた男が忖度ぶっ壊しダンスイベントで語った優しい激励。12月2日、3日に大阪、京セラドーム大阪で開催された音楽フェス DU。N、ョーケースイン京セラドーム大阪、同フェスは、 マネジメントレーベル BMSG の代表を務める AAA のスカイハイ三十36と日本テレビがタッグを組み、今年から指導したダンスボーカルグループの大型プロジェクト DUNK。ダンスユニバースネバーキルドの一環のイベント。<K> DK はスカイハイさんがとにかくダンス業界を盛り上げようぜ。という強い情熱を持って動き、 それで実現した合同企画。元ジャニーズ JR、現ジュニアで滝沢秀明氏41のエンターテインメント会社戸部所属の IMP と現役の旧ジャニーズ事務所、スマイルアップ所属のトラビスジャパンもなお連ねています。日付の都合で共演はしませんでしたが、集合写真は12月2日に両グループのインスタグラムのストーリーズ機能で、 紹介されていて、忖度や変な配慮など感じさせません。女性史ライター。事務所や国の垣根をろっており、トラジャが出演したデイ2。12月3日はスカイハイ、アティーズ、ビーファースト、アンドチーム、ファンタスティクス、ザ・ジェットボーイ・ヴァンゲル、ビエハタが出演。スペシャルコラボレーションアーティストとして、トリプル a の西島貴弘、36。 が西井名義で登場していたが、西井が行った MC トークが、旧ジャニーズのファンの間で注目を集めてい旧ジャニーズ事務所は、創業者のジャニー北川氏、去年87の課外問題で信頼が失墜。罪のないタレントにも影響が及び、スポンサーは起用を問題視し、CM が起きたり、岡田純一さん43、生田斗真さん、 39、嵐の二宮和成さん、40など、主力タレントの独立も相次いでいます。所属そしタレントやファンもとんでもない事務所に入っていたんじゃないか、推しを応援することはジャニー氏の課題も肯定することになってしまうのではという風うに心を痛めていますよね。こうした状況下で、西井さんは共演した虎者に対して励ましの言葉を 全土西 c は DUNK の舞台裏でトラジャと話をしたことを明かし、いろいろ大変だねと励ましつつ、今の僕がいるのはあなたたちで憧れたから。あなたたちがやったことは何も間違いじゃないし、あなたたちがいる場所は自信を持って良いところだから頑張ってほしい。といった優しい激励の言葉を送ったという。 あなたたちの先輩を見て憧れたというのは、西井が昔から大好きだった、と公言しているスマップのことだろう。西井はスマップのライブに行っていたほか、2016年に彼が初のソロコンサート東京公演を行った際も、ファンのリクエスト曲を歌うコーナーでスマップのシェイクを歌ったこともあった。そんなスマップに憧れていた西井が語する激励に対しては、 西井さんの人柄や、20年やってきて葛藤だったり、様々な気持ちが垣間見えるようなそんな言葉でした。何も関係ない私にも、一 J をたとしても、深く刺さった。一番欲しかった言葉を外部の方がかけてくれたこと感謝しかない壁なんてない。人仲間としての温かい言葉本当にありがたい。 スマップに憧れた西井がトラジャに君たちのいる場所は誇って良いっていうの説得力エグすぎて鳥肌。西井とトラジャが繋がったシ井はね、スマップファンだから某事務所のことを気にしてると思うんだよね。など、感動したという声が多く寄せられている。トラジャの公式ブログでも、メンバーの中村海人さん26が DUNK。 で、西井さんと話をした際に、すごく真剣に話をしてくれて、泣きそうになったと綴ったり、昔から西井さんの大ファンの締めかけ竜也、締めかけ竜也328は、締めちゃんと書かれたサインをもらった、と報告していました。7号三掛けさんは、西井さんのコンサートの DVD は全部持っているくらいのファンだと言いますね。トラジャ以外も、 なにわ男子の大橋和也さん、26の浮所日高さん、21リル関西の西村拓也さん、20など、主に20代の若手ジャニーズは、西井さんのファンが多い。今後も西井さんは、旧ジャニーズのタレントにとって、力づいてくれるのではないでしょうか。全道。かつてはスマップに憧れた男が、今度は後輩のジャニーズタレントたちを優しく見守っている。 非常に楽しそうに踊る虎じゃ。